イエーイ。さあ、ビーズ、レパートリー、なんていう、ビーズレパートリーレパートリーさあ、乗ってまいりました。ビーズを歌いまくってます。ビーズはやっぱね、歌ってて楽しいな。まあ正直俺ビーズはね、多分今まで歌ってきてる中では多分ビーズが一番完成度低いね、俺の歌ってる実感ね。歌い終わった後にいつもとりあえず聞き直すねんけど、なんかあんまりビーズ歌いきれてないなって感じはめちゃくちゃしてるよ、やっぱり。まあでもね、ビーズはね楽しい歌ってて、なんかね楽しい、なんか楽しい歌ってる、ビーズは。これがやっぱり松本ギタリストのテクニックなのかな。じゃあ行くで。これもね、ビーズのランだけど、これもまたね、ビーズが大好きな誰しもがこのランを聞くとね、もう新あなんていうか青春時代を思い返す歌や。歌詞がいいね、歌詞が。欲はここまで俺たち来たもんだなと、少し笑いながらお前タバコを吹かしてる。何もないところからタイミングなく始まって、カルテキュラーくのアラクを共にすれば、時の流れは妙におかしなもので、知恵よりも濃いもの作ることとかあら、どこまでも冗談を飛ばしながらも、歌えるだけ歌おう、見るも全部泣かなくなよ、どの瞬間も、yeah!ドリセンのよく似たやつが集まるもんだなと、秋あたり酔いながらふと思いついたもん、これは一生の何分の一なのかなんて、よくできた上はどこで測るもんじゃない、約束なんかはしちゃいないよ、君だけ立ち直るんだが空に向かうと、傷ついてもシュートを破りの顔を越えよう、止めるだけでも地面かいつけて心開け人よ行こう、誰だってとっても普通で、出会いはどれだって特別だろう、誰かが待っている、どこかで待っている、死ぬなら一人だ、生きるなら一人じゃない、誰かが待っている、どこかで待っている、死ぬなら一人だ、生きるなら走れ、どこまでも冗談を飛ばしながらも、歌うだけ歌おう、見るもん全部泣かなくなよ、この瞬間を、今夜走れ、傷ついてもシュートエブリの顔を超えよう、負けつけて心開ける人よ、行こう。